ファシャラスルナタスライマメは、インゲンマメ族の植物。青いマメ、リママメ、リマビーン、バタービーンとも言う。名称は、本種がペルーのリマから海外に輸出されていたことにちなむ。原産は、熱帯アメリカだが、中央アメリカで栽培され発達したシエバタイプと、呼ばれる小粒の品種群と、南アメリカで栽培され発達したリマタイプと呼ばれる大粒の品種群とに分けられる。 種子は、白あんの原料など食用となるが、ファセオルナチンという生産配当体を含むため、調理にあたってはよく茹でこぼす必要がある。若鶏した柔らかな種子も食用とされる。主に、アメリカ合衆国南部、ラテンアメリカ、南ヨーロッパで食用とされる。山形県には、鶴瀬の品種が栽培されている。京都大学教授の高林淳史メセラの研究によると、 ライマメは歯が、波肌にの食害を受けると、波肌にの天敵である、チリカブリダニを誘引する、高気物質の β をシメント、ジメチルのナトリエンを放散する。食害にあった個体だけでなく、近くにあり、直接被害を受けていないライマメも、高気物質を感知して、チリカブリダニの誘引の準備を始める。このように、 後期物質を介して植物同士でコミュニケーションをとっていることが認められる。発光年順、ありがとうございます。